岩本町駅は、東京都千代田区神田岩本町にある、東京都交通局新宿線の駅である。駅番号は、S08、秋葉原の副名称がある、千代田区最東端の駅である。神田川を挟んで昭和通りの北側約150メートルに、JR 東日本、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスの秋葉原駅があり、連絡運輸が行われている。 都営新宿線岩本町駅の駅名標、秋葉原駅に近い東駅だが、1978年12月21日の開業以来約30年間、連絡運輸が一切行われず、乗り換え駅としても扱われてこなかったため、小駅の地位に甘んじていた。距離が近くても、連絡通路が設置されていない駅の場合、乗り換えで行動を経由する必要があり、 案内が十分でなく乗客が迷う可能性があることや乗り換え中の乗客の安全を確保できないといった理由で従来東京の地下鉄では乗り換え駅の設定をしていなかった。岩本町駅と秋葉原駅の間には神田川が流れ地下連絡通路は設置されていない。交通系 IC カードが普及し定着した2008年3月15日には 定期券限定であるものの JR 東日本線と連絡運輸が行われるようになり、乗り換えがしづらい状況に変化の兆しが訪れる。東京メトロと東京都の協議の結果、岩本町駅、秋葉原駅の両駅は安全な乗り換えが可能であることから、2013年3月16日には東京メトロ線とも連絡運輸を開始し、正式に乗り換え駅になった。 それまでは、乗り継ぎ割引制度が適用されなかったため、双方の改札口にその旨の注意書きが張り出されている状態だった。秋葉原駅との乗り換え駅設定は、その後の乗り換え駅の拡大の契機になった。最後に残った、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線とは2015年2月10日に、連絡定期券の発売を開始し、問題が解消された。 島式ホーム2面3線の地下駅、市ヶ谷駅、つとむくの管理課である。2019年度の1日平均乗降人員は55,446人で、ある。各年度の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。都営バスの岩本町駅前停留所が、安国通り上にある。ありがとうございます。